11月の2日、今朝8時です。今日はね、もう朝から雨降ってます。濡れてますよね、道路。まあ、肌寒いといえば肌寒いんだけど。では、気温は何度？ 15 度かな？ 15 度ぐらいですね。まあ、少し肌寒いかな、みたいな。そんな感じです。ではね、あれから1週間、どんな感じにね、変わったかね、見ていきたいと思います。いつものようにね、ミニバラさん、イースターイエローさんから。これはね、あれから、新芽は出てるんだけどね、もうつぼみらしい感じのところはね、なくなったかな。これ先端なんだけどね、これね。そんな感じではないね、もうね。それとその隣、チェリーアイさん、38。こっちはね、前回ずっと咲いて、もう3週間ぐらい経つかな。開花しっぱなし、そのままにしてます。これ1鉢。それと、もう1鉢が、つぼみがここまで大きくなってきましたね、これ。こんな感じ、見えますかね。それと、あ、これもつぼみっぽいな。先端、違うか。それと、もう一鉢がね、先々週あたりから咲いてるのかな？こんな感じでね、咲いてますね。先々週あたりからかな。こんな感じになってます。それと、その隣、パールコルナナさん、これは1鉢しかないんですが、ここまでね、開き始まってんだけど、遅いんだよな、開き方がね。ちゃんと開いてくれるかな、どうかわからないね。こんな感じになってます。それとその隣、ラベンダーコルダーナさん、38。こっちもね、つぼみがね、こんな感じで割れてきてます。ほら、見えますかね。ね、色づいてきてるよね。いい感じで。それと、ちょっとうどんこ病が、多くなってきてんな。もう一鉢はつぼみがなしだね。うどんこ病がいっぱい。で、あ、ごめんなさい。もう一鉢がね、こっちに横にぎゅーっと来て、こっちにつぼみがあった。これ。こんな感じ。それで、もう一鉢が、そうか、もう一鉢が新芽は出てるんだけどね、つぼみらしくはなってない。そんな感じですかね。あとは、オプティマモーニングブルーさん、38。こっちもね、先々週、剪定してからは、新芽がちょびっと出たぐらいで、つぼみとかそんなのはありません。それと、その隣、フォーカスフォーカスコルダノさん、こっちもね、新芽がちょびっとあるぐらいで、つぼみとかそういうのはありませんね。それと、カルセールコルダノさん、48。こっちはね、2鉢は新芽がちょびっと、もう1鉢、がね、つぼみ出てきてます。ちょっと見えないかな、この先端。こっち。あ、ちょっと見えないな。ここをずらそうか。これこれ。こっちの枝にね、つぼみがちっちゃいのが一つついてます。いいね。それと、もう一鉢がね、今、開花中。これ。香りしてます。ミニバラなのよね。香りしてます。いい香り。それと、さっきちょっと言ってこないけども、この、ジェリーアイさん、これもね、これのちょっと、もうちょっと香りが強い。いい香りしてる。そんな感じでね、香り付きですね。いいですね。それと、2024年7月にね、挿し木して鉢上げした。まだね、名前がね、分かってません。
多分ね、ブルーバユーさんかなとは思うんだけど、ちょっとね、名前わかんないんですが、あれからね、どんどんこの新しいシミがね、伸びてきてますね。いい感じで。もう完全にこれはね、大きくなってくれるね、もうね。それと、2024年10月にね、挿し木したセンチメンタルさん。これはね、名前分かってたんで、1本しか挿し木しなかったんだけどな、その1本がね、なんとか根付いて、ショート動画でも流したんですが、まあ、根っこがね、本当に3センチぐらい、2、3センチぐらいのがね、3本ぐらいかな、出てたんで、もう、思わずね、もうあとは鉢上げするしかないということで、鉢上げしたんですけども、ちょっと葉っぱがね、これ多分ね、肌にね、ちょっと葉っぱがやられてるような気がするな。ちょっとね、どうやったらいいかな。多分後ろの方だと思うんだけどね。まあちょっとね、まだ根付いたばっかしだからね。まあ根付いたか根付かないかぐらいの話だから、ちょっとこのままにして様子見てますけどね。こんな感じでセンチメンタルさん、挿し木、しました。それと、2022年に挿し木したツルバラバフビーティー2世さん。こっちはね、もう2回咲いてくれたんで、もうこれはライプは来年という感じになります。それと、カーネーション、4世さん2鉢。こっちの方は以前変わらず現状維持なんかできてるんで、まあ、あとは来年にこのままいっちゃうかなと、そんな感じが、します。それと、こっちに来まして、まずじゃあ下から行こうか。2024年、の10月、まだね、2週間ぐらいしか経ってないとは思うんですけども、エリナっていうバラ、2本、4本だね、4本の挿し木、それと、ブルーバユー4本。これ、挿し木、ブルーバイユはね、シュートの枝、2本あったうちの1本は、先ほど言いました、7月に挿し木になってですね、これはその残りのもう1本の方のシュート枝でね、挿し木取った4本です。これもどうなるかね、まだわからないけどね、様子見てます。それと、椿の王将くんさん。こっちはね、まあ、ほぼ変わらないね。もう、つぼみ自体は大きくなってかどうかがわからない。もう変わらないですね。こんな感じで。それと、立木のバラさんたち、今日開花してるのと、花ご剪定、もあるんでね、ちょっと雨降ってますけども、一鉢ずつ、下ろしてね、見ていきたいと思います。ではね、濃いピンクのバラヒロコフォトショット3世さん、こっちから見ていきます。こっちはね、あれから開花がね、一つだけ進みまして、もう満開ですね、これね。虫はついてないな。これ満開なんでね、今日花瓶の方に、入れてあげたいかなと思ってます。それと、下の方からね、20センチぐらい伸びて、つぼみがこんな感じ、割れてきてます。あともう一つ、こっちは15センチ、6センチぐらい伸びてね、こんな感じの大きいつぼみ。これも少し割れてきたね。それと、ここに12、3センチ伸びてね、つぼみ1個、出来上がってきてますね。こんな感じになってます。あとは新芽が少しありますね。いい感じでね、咲いてます。でね、ちょっと葉っぱが悪いのが一つあるから、これ切っときます。まあ、切っても仕方ないけどね。ここにもこうあるんだけどね。黒点病出てるやつがね。まあ、こんな感じでね、ちょっと見栄えっていうのあるからね。こんな感じでね、切ってあげてます。いいね。あ、香りは？いい香りしてますね。いい香りしてます。なんかね、ちょっと切るのがね、もったいないくらい。
そんな感じするけどね。まあどっちみちもうね、あとは、外向けて咲いてるだけだから、もう花瓶に入れてね、妻にあげたいと思います。そしたらね、花穂剪定します。そうだね、30センチぐらい伸びたんじゃないかな、これ。20センチじゃないな、30センチぐらい伸びて咲いてますね。ちょっとね、こう曲げるとわかるかな。こんな感じ。でね、あんまりもう上で切っちゃうとね、さらに伸びて、まあもう咲かないとは思うけども、あんまり、伸びても仕方ないんで、ここ、だいたい下から何口？ 3 節目あたり、3節でね、切ります。落ちちゃうそうだから、これちょっと葉っぱ持って。じゃあ、剪定しますね。はい、ありがとう。こんな感じ。でね、今ね、花瓶の方を用意しました。これ。この花瓶はね、漂白剤、ちょろちょろと、本当にちょろちょろね、入れて、水をね、入れたやつです。こんな感じ。これだとね、水がね、腐らないで、長持ちするんでね。多分、花が終わるまで、1週間以上はかかると思うけど、もう水替えはねしません。このままで大丈夫です。じゃあね、ここに刺しますね。こんな感じ。はい、いいね。ではその隣、濃いピンクのバラヒロコホットショート4歳さん2鉢です。こっちもね、前回から咲いてまして、一鉢がね、今ここまで開いてます。いい感じだね。香りしてる？ちょっと薄いけどね。香りしてます。もうちょっと広がるとね、香りが出ますけどね。あともう一つのつぼみがね、ここまで大きくなってます。開いてます。いいね、いい感じ。あともう一つの鉢。これはね、前回真ん中にあった大きいのをね、剪定してまして、その後、3つ。横についてたつぼみがね、ここまで咲き始まってます。いい香りしてる。いい香りしてます。重たいからね、だらーんとなってんだよね。あんまり触りたくない。で、ところで、ショート動画で出したね、これ、ギブス。ギブスじゃないけど、何支えをね、つけ、あの、こっからね、こっから折れたんですよ、この。ここ、見えますかね？あ、ここ、ここ。この黒くなってるとこ、私の指先見えないかな。このとこからね、ちょっとね、しおれちゃったんだよね。で、そのままにしてるとね、ストールを折った感じと同じでね、そこから養分がいかないんで、この花はね、もうあとはボロンと落ちてダメになっちゃうんですが、当て木をしてやることによってね、ほら、前回よりも広がってますよ、これ。先日よりもね、若干広がってます。いい感じで。ね、こんな感じでね、咲いてくれるんで、当て木はね、絶対必要です。バラはね、皮一枚でもね、なんとかね、うまくいくと咲いてくれる、状況になるんで、絶対ね、してあげた方がいいですね。それと、下にある、前回、少し割れ始まってきましたよって言ったのもね、ここまで5個。ほら、いいね、このつぼみの大きさ。こんな感じでね、開き始まってます。あともう1個、陰の方にあったのがね、ここまで大きくなった。ほら、結構大きくなったよね。こんな感じでね、開花進んでます。いいね。すごいですね。ちょっとね、黒点病みたいな感じの葉っぱはあるけどね。まあ、これはもう仕方ないですからね。まあ、秋なんでね、このままできます。あまりひどいのはね、取っちゃうけどね。まあ、このぐらいでしたら、このままで、いきたいと思います。いいね。それと、その隣、濃いピンクのバラヒロコホットショート5世さん2鉢です。こっちもね、あれからつぼみがね、
こんな感じの大きさになりました。ほら、こっちもこっちの鉢も、あとそれぞれね、新芽がこんな感じで、あとここにもあるけどね、こんな感じでね、新芽も伸ばしてます。いいね、いい感じです。今年最後、多分この2つ咲いてくれると思います。ではその隣、薄いピンクのバラヒロコ3世さん、こっちはね、新芽もちょっと大きくなってないし、つぼみもないんでね、おろさないで見てました。それとその隣、薄いピンクのバラヒロコ4世さん、こっちは前回穴子剪定してね、もうまだ間もないし、前々回剪定したやつで新芽がここまでしか伸びてないんで、これもおろしませんでした。こんな感じになってます。ではその隣いきます。ではその隣、ロマンティックアンティーク4世338です。こっちもね、前回小さかったつぼみがね、まず1鉢目はね、こんな感じ。何センチぐらい伸びた？あ、30センチぐらい伸びてね、つぼみ、こんな感じで大きいのつけてます。もう1鉢はね、さっきからチラチラ見えてたと思いますけど、こんな感じで、いいね、もう満開ですね。もう満開にね、咲きましたね。これも30センチぐらい伸びたかな。これは木を剪定ですね。それともう一鉢はね、あれから新芽がまだ伸びてない状態かな。こんな感じになってます。すごいいい感じですよ。香りはいい香り、いい香りしてますね。ちょっとね、長く伸びすぎたよね。長く伸びすぎたんでね、だいたい3、40センチなって、このぐらいの大輪の花を咲いちゃうと、こんな感じでね、ダラーンとなっちゃいますね。あんまり伸ばしちゃダメだよね、だからね。これはちょっと失敗だったね。ということでね、ちょっと花を剪定します。もうこれ最後だと思うんで、通常の花を剪定ではなくてね、もっと下から切っちゃいます。ここら辺から切っちゃいます。ね、通常だと、この花からね、通常だとこの花から、そうだな、根元までの間、ここら辺って言ったらいいかな。ちょっと指させないから。そこら辺で切るんですけども、下から3節目、4節目。でもね、もう今回もうこれで終わりなんでね、もっと下から切っておきます。ここら辺からで。じゃあ切りますね。はい、ありがとう。こんな感じです。あとは最後、今年最後、これだね。これが咲いてくれると思います。いいね。ではその隣、ロマンティックアンティーク3世さん2鉢です。こっちもね、つぼみあれから大きくなったね。1鉢目はね、こんな感じ。これもうちょっと大きいね。割れ始まってますね。こんな感じで。今3つ。これが今年最後の開花になると思います。それともう一鉢。こっちはね、こっちの少し下の方に、こんな感じの大きいやつが1つ。いいね。いい感じでね、つぼみを大きくしてます。もう完全に割れ始まって、開花始まってるっていう感じ。あとはね、上の方にこれ2つ。同じぐらいの大きさのやつ、つぼみ、こんな感じでね、つけてます。いいね、いい感じです。その隣、ブルームーンさん。ブルームーンさんはね、前回からもう新芽が動いてないっていうことで、つぼみっていうかね、芽はね、あるんですよ、これ。結構ね、あそこにも見えますけどね、あ、見えねえか。一番端、これ。ここにもね、見えると思うんですけど、芽はね、あるんですが、ただ動いてない。そんな感じで。なんだろうね。あまり動かないんだね、これね。そんな感じで言います。ではその隣。ではその隣。ブルーバユーさん。こっちもね、シュートの、挿し木取った枝。
こことここを2本、これをね、やりまして、その後、新しい新芽が23センチぐらい、伸びて、こんなちっちゃいつぼみ1個、あとこっちも同じく23センチぐらい伸びてね、こんな小さいね、つぼみ、1個ね、つけてます。これはどうかな。今年咲いてくれるといいんだけどね。今年咲くかどうかまではね、ちょっと今のところ分かりませんね、もうね。こんな感じになってます。それとその隣、センチメンタルさん。こっちはね、前回もそんなに大きいつぼみでなかったんだけどね、もうね、数日前から開花してます。こんな感じ。すごいよ。香りは？あ、いい香りしてる。いいね。これ今日花ご剪定ですね。だいたい40センチぐらい伸びてね、咲かしてますんで、下の方で、花ご剪定します。その他はね、新芽が伸びてないし、つぼみもない。あ、新芽ちょっと伸びてるか。つぼみはないんでね、もう今年はこれで終わりかなと思います。よかったね。なかなかね、ほら、いい感じですよ。綺麗で。弱々しいけどね、葉っぱ自体がね。こんな感じです。ではね、剪定します。ここから出てるんだよね。でもね、もうこうなったらね、あまり関係ないから、もう下の方で切っちゃいます。ここら辺かな。ちょっと葉っぱを1枚持ってね、こういうふうに持てばね、切っても落ちないから。じゃあね、剪定します。ありがとうねー。切れない。あ、切った。こんな感じで落ちないで済むから。ありがとう。ある程度ね、葉っぱを取ったら、これ花瓶に入れます。こんな感じ。いいね。ほら。こんな感じで、あとはね、妻にあげたいと思います。いいね。いい感じです。あと一番奥にある欧弁慶草さん、葉っぱはまだね、枯れ込んでないから、枯れ込んだらジニア剪定、するという形で、このまましておきますね。枯れ込んだらジニア剪定、そんな感じです。それと、今年春とね、秋に咲いてくれたクチナシの花さん、なんかね、一段と大きくなっちゃったね、少しね。あまり大きくしたくないんだけど、もしね、大きくしたくない場合は、本当はもっともっと前に、剪定してあげないと、これ、もう来年のね、つぼみというか、新芽というか、つぼみだね。もう来年のあれがもうできてるから、本当はこうなる前にね、短く剪定してあげるのをね、だから開花後か。開花後を短くすればいいんだね。それをしてあげればね、また小さいままで、新しい枝を出してくれる、そんな感じなんですけどね。もうちょっと遅いんで、まあ、今回は剪定しませんが、まあ、来年また開花後はね、剪定入れたいと思います。ではこちらに来まして、クレマチスさんたちです。プリンセスダイアナさん、ローグチさんもショート動画で出したようにね、あれからこんなに葉っぱ出ちゃいましたよ。困りましたね、これ。もう本当に出過ぎですよ。それと、テッセンさんと、あ、ごめんなさい、こっちがテッセンだ。テッセンさんと白前さん、こっちは動いてないね。まあ、動いてないのは、まあ、正解なんですけどね。ちょっと早すぎたかもね、これね。今見つけちゃいました。プリンセスダイアナさんも新芽出てる、これ。見えます？これ。プリンセスダイアナさんも新芽出しちゃってました。うわ、今見つけました。まあ、これはこのままでね、冬越えさせようかなと思ってます。それと、
アボカドさんがこんな感じ。ほら、ほら、新しい葉っぱ。ね、増えてきたね、またね。うん、こんな感じでね、新しい葉っぱ出てます。そしたらね、いつものようにね、部屋の中、広子側ではね、ちょっと雨降ってるからどうしようかね、迷ってますが、そちらの方行きたいと思います。では部屋の中来ました。まずはサンセベリアさん。こっちね、前回ちょっとここら辺きれいにしてあげたりね、してね、あと水あげしました。あの例の枝、これですね。ほら。絶対伸びてるよね。うん。3センチはね、伸びてると思う。1週間で3センチは伸びてるよ。絶対そのぐらい伸びてる。すごいな。あと、モンステラさんはね、あれからは変わってないんだけど、見えますかね、これ。見えるかな？ここにこう筋があるんです。こうスーって。これがね、新しい葉っぱ出る筋。うん。新しい葉っぱがね、ここに隠れてるんですよね。なんかね、まあ今年は多分出ないとは思うけどね。まあでもわかんないな。部屋が暖かくなるからね、今からね。冬の間にひょっとしたら一本新しい枝出してくれるかもね。こんな感じでね、新しい枝は控えてます。それと、テーブル屋さん。こっちは以前変わらず。でもまあ開いてきてるね。あ、これ開いてきたね。ほら。うん。こんな感じでね、徐々にね、この槍みたいなのがね、開いてきます。あとはちょっとね、北側に行きます。モンステラさん。こっちがね、ちょっと水やりしないとないかな。あ、水あげしないとないかもしんないな。もうそろそろ。うん。あげてないとね、こんな枯れ葉っぱが出るんだよね、これ。まあ、これは、世代交代っていうのもあるからね。うん、まあ、こういったのが出たらね、少しずつね、片付けてあげればね、いいかなと思ってます。こんな感じに育ってます。水しかあげてません。では最後にね、こっち。花づる草さんと、ガーベラさん2つ、こっちですね。まあ、以前と変わりません、全く。うん、そんな感じです。それと、多肉種の仲間さんたちが、さらになんか増えてきてるような、すごいな。すごいな、なんかね、さらに増えてるような気がするんだよね、なんか、やばいな、これ。うん。それと、パキフィズム星美人さんがこんな感じ。新しいのがね、こんな感じで増えてきてるから、よかったね。うん、こんな感じでね、増えてくれるといいな。あと、向こうは空いてるからね、向こうにも新しい、枝をね、伸ばしてくれるといいんですけどね。こんな感じで。それと、自宅で発芽した、3年目のクリスマスローズさんが、こっち、残り3鉢だったのがね、1鉢。これ、多分、ダメですね。うん、多分もうダメだと思います、これ。なんだろうね。うん、難しいね。微妙なところでダメになってるね。ちょっと過保護すぎるのかもね、私ね。それと、今残ってるのがこれ2鉢。こっちはね、なんとかいきそうだと思うんだけどね。こんな感じで育ってます。それと、2023年に、発芽したクリスマスローズさん、これ。まあ、あれからはそんなに増えてはいないけど、まあ、下の方はまだ芽が見えてないけど、2本はこうあるからね、なんとか、このまま行くんじゃないかなと、そう思ってます。それと、2023年に、採取して、発芽はね、2024年、今年発芽した、ダブルピンクブローチさん、こっち、
あと、こっちがダブルレッドさん。弱々しいけどね、なんとかね、育ってます。後ろの2鉢、枝がね、少し根っこの方残ってるんで、そのままにしてるんですが、これもね、ダブルレッドさん2つですね。これはどうなるか分かんないな。それと、友人からいただいたクリスマスローさん、これ自宅で、育ってね、3年目なんですが、ダメだと思ったやつがね、こんな感じで1個出して、その後またさらにね、ここにも小さいのがあるんですけども、1個ね、また、新芽出し始まってます。あとのこっちはね、新しい新芽も出してるから、なんとか育ってるような感じですね。これも同じ友人からいただいたやつ。こっちはね、こんな感じで、これが一番勢いがいいね。こんな感じでね、育ってます。これ全部3年目です。なんでね、もう今年開花しても、これがね、そんでもって、唯一1個だけ、昨年開花してくれたやつ。これシングルホワイトピコティって書いてあるけど、これがね、昨年唯一これだけ、開花してくれたんだけど、今年どうかね、わかんない。でもって、これが一番今のところ、大きく育ってるやつだね。こんな感じです。随分少なくなったね。それと今年、春先、まあ1月か。春先じゃないね、冬だね。1月にね、ちょっとホームセンターで見つけた5鉢。セミダブルファンタジーさん。開花株だね。これ開花してたやつ。開花してたやつもね、300円だったから、まず安かったね。びっくりしたね。すぐ飛びついて買っちゃったけど。これもね、実はね、ここに埋まってるんだけど、これね、花ですね、花。花枝というか、もう花。買った時もね、こんな感じでした。もう、下の方にね、うずもれた感じ。これがだんだん立ち上がってきてね、開いてくれるんだけど、そんな感じでね、この3鉢、全部ね、咲いてくれてたんで、多分、またそんな感じで咲いてくれるんじゃないかなと思ってます。それと、後ろにあるのが、プチドールサラさん、見えるかな？見えます？あ、映ってないか。映ってないね。プチドールサラさんって三好さんのやつなんですけども、これがね、今ね、こんな感じで葉っぱいっぱい、出してます。いいね。かなり出してるよ、葉っぱ。やばいやばい。これ、花枝だもん。これ花枝ですね、これ。真ん中にやったね。今年咲いてくれるね。これも本当は、昨年ね、咲くのかなと思ってね、見てたんだけどね、昨年は咲かずで、まあ、葉っぱもね、ほとんどなかったからね。まあ、400円ですから。葉っぱがなくてね、悪かったから400円になったんだけどね。そんな感じでしたからね。去年は咲きませんでしたが、今年葉っぱこんなにいっぱい出て、あれ、つぼみですね。間違いなく。出てきてます。それと、ホワイト系の、クリスマスローズさん。これもね、弱々しかった。これも300円だったのがね、今、これ、多分これ花芽だと思います。わかんないけど、多分花芽だと思います。こんな感じでね、出てきてます。もう少しね、もう少しこれ出てきたらね、上の葉っぱあまり良くないからね、切っちゃいたいと思います。こんな感じです。いいね。それと、自宅でもう今年で、4年目、迎えて、いるクリスマスロードさん。名前がね、これがね、咲いてないんだよね。咲いてないからね、名前がわからん、まだ。名前が付けようがない。これがまだ咲いてないんですよね。で、後ろにあるのがね、シングルピンクスポットピコティって書いてあるけど、これは咲いてくれたやつだね。でも、今年はまだね、新芽が出てない。そんな感じ。あと、その手前にあるのが、シングルピンクピコティ。こっちはね、多分これ花枝だと思います。これ。
これは花枝ですね、多分ね。こんな感じでね、花枝出し始まってます。その隣、5年目のクリスマスローズさん38。こっちはね、一つがパープルさん。こんな感じで、新しい枝出してますね。いるんでね、多分いいかなと。ただ、ちょっとね、花枝っぽくはないから、花が咲くかどうか、ちょっとね、わかりませんけども。そんでもって、こっち、イエローフラッシュさん。こっちもね、これがちょっと花枝っぽいような、違うような、なんかわからないけど、それっぽいような気がするんだよね。こんな感じで。それと、後ろにある、これが一番大きいんだけど、ピンクフラッシュさんっけ？ピンクフラッシュさんはね、後ろの方、これ見えますかね？これ新しい葉っぱですね。こんな感じで葉っぱ出てるんだけど、花枝っぽいのがね、まだわかんないね。この方にあると思うんだけど、中心。中心膨れてるからね、多分花枝あると思うんだけどね。こんな感じでね、育ってます。それと6年目のクリスマスローズさん。まずはね、ダブルピンクブロッチさん。新しい葉っぱがね、続々出てます。こんな感じで。いいね、いい感じで。ほんでもって、もうずいぶん前だけど、植え替えして、株分けになってしまったもう一つの鉢、これがね、ちょっと葉っぱがね、あんまり良くないんだよね。これなんか傷んできたな、大丈夫かなと思ったんだけども、見えます？これ新芽、ここにもある。両側からね、新芽がね、出始まりましたね。よかったですね。なんとかね、育ってくれそうですね。株分けして少しね、育ってくれるといいんだけどね。それと、ダブルピンクイトピコティさんは、こんな感じ。まだね、まあ、ちっちゃい、葉っぱが2つしかないからね、どうなるか。あとはダブルホワイトさんの1つ目もこんな感じ。葉っぱがね、全部これ新芽だけど、こんな感じでね、出てきてます。それと、ダブルホワイトさんはね、これ一回株分けしてるんだけど、株分けしてる方の一つの鉢、もう一つがね、ダメになりそうで、仕方なかったんで、植え替えの方をしたんですけども、植え替えの方をしたらね、こんな感じで、見てください。これいっぱい出てきてる、新芽が。これ。あとこっちもね、一本、ちっちゃいけど。あとは、さらにね、小さかった、根っこからね、こんな感じで、3鉢出てきてます。これ、ダブルホワイトさんのね、もう一つの方のやつ。結局、株分けみたいな感じになったけどね。3鉢からね、根っこ出てます。本当に根っこ小さくてもね、出るんだね。根っこだけ、なんとかね、しっかりしてればね、出るんですね。よかったです。それと、2023年10月にね、挿し木したダブルピンクブローチ、これですね。これの挿し木したやつがね、今年の春まではね、2本、まあまあの大きい葉っぱついてたの。まあまあ大きさでこんな葉っぱですけどね、ついてたんですけど、取れちゃって、ダメかなと思ったんだけども、様子見てたらね、新しい新芽が、これ、ちょっとね、開いてくれるかどうかわかんないけど、小さいのがね、1本、ポツンってこう出てます。こんな感じになってます。それと、最後に、もう15年以上いるクリスマスローズさん、シングルピンクスポットさんがこんな感じです。毎年咲いてくれてるんで、これは今年もね、必ず咲いてくれると思います。これあるね、これ。これ多分花枝だと思う、これ。ここにある。これ花枝だと思いますけど。まあ今年もね、期待しています。あれから1週間ですね。こんな感じになってます。また1週間でね、どんな感じに変化するかね、楽しみです。この後何枚か画像ありますので、そちらの方をお送りします。
今回もご視聴ありがとうございました。さて、雨がね、降ってます。以前こんな感じ、曇ってるし、雨降ってるし、なんかね、秋の長雨というような、なんかそんな雰囲気醸し出してるね。